と,こなめと中部国際空港を結ぶ名鉄空港線はおととい夜上りの特急電車が中部国際空港駅を出た直後パンタグラフ3基が壊れるなどした影響で高架上で動けなくなりその後の運転を見合わせましたきのうは終日下り線のみを使った折り返し運転で運行していましたが送電設備の復旧作業が終了したためきょうは始発から平常どおり運転しています